この記事をまとめると、コンパクトクーペモデルのアウディ TT と TTS の違いを解説。TT は A 万島で開かれていたツーリストトロフィーに由来。TTS は特に走りを重視するユーザーから注目を集めたモデル。現行限りで消滅するアウディの2ドアコンパクトクーペモデル。アウディ TTS と TT の違いとは デザインや性能を比較。現行型でシリーズ廃止がアナウンスされたアウディ TT。初代から高い人気を誇っており、モデル廃止を惜しむ声も多く聞こえてきます。そんな TT は現在、TT クーペにグレードと TTS クーペをラインアップ。今回は TT シリーズのハイパフォーマンスモデル、TTS を詳しく解説していきましょう。 アウディ TT シリーズとは現行モデルが3代目となるアウディ TT とはアウディ A3 フォルクスワーゲンゴルフのプラットフォームを使用した FF。もしくは 4WD を備えるコンパクトスポーツカー。1998年に初代がデビューし、大きな人気を集めてきました。2代目からフルモデルチェンジされて、 登場した現行モデルは2015年に国内販売を開始。デビュー時は TT クーペ、TT ロードスター、TTS クーペの3タイプがラインアップされました。ルーフからなだらかにつながるキャビンと C ピラーなど、歴代モデルと同様のらしいフォルムを採用した3代目は、新たに宣伝さも備えつつ垢抜けたデザインを採用。 インテリアもスポーティーな雰囲気を備えつつ、タービンをモチーフにしたエアコン吹き出し口など、モダンで上質なデザイン性にもこだわっています。現行モデルの基本メカニズムはアウディ A3 を流用。MQB プラットフォームを採用したことやシャシーの大部分をアルミにしたことで、先代より 50kg ほど軽量化されているのが特徴です。 ボディタイプは4シーターのクーペと2シーターオープンのロードスターを用意していました。ただし、TT シリーズで人気があったロードスターは2020年に生産終了。現在はクーペのみがラインアップされています。4シーターとなるクーペの鉱石も大人が乗るには、狭いため実質2人乗りと言えるでしょう。パワーユニットは当初、 クーペの f f 仕様には、最高出力180馬力の1.8リッター直四を搭載していましたが2019年に廃止、現在はすべてのモデルが2リッター直四エンジンとなっています。ただし、2020年に国内導入された TTS をベースに、さらなる性能向上を図ったハイパフォーマンスモデル TTRS には、 2.5リッター直後エンジンを搭載していました。最高出力400馬力を発揮する高性能ユニットを身につけた TTR レースは、税時速 100km 加速3.7秒と凄まじい加速を発揮。現在はすでに販売されていませんが、TT シリーズの頂点を担うモデルとして圧倒的なパフォーマンスを備えていました。 現行モデルはデビュー後、特別使用者や、限定モデルを発売していき2019年にマイナーチェンジを実施、フロントグリルなどのデザインが変更されたほか、パワーユニットの変更などが行われています。2022年11月現在、TT シリーズは FF の TT クーペ40、クワトロの TT クーペ45、 ハイパフォーマンス仕様の TTS クーペをラインアップ。価格は TT クーペ40が518万円、TT クーペ45が649万円、TTS クーペが872万円となります。アウディの人気シリーズ高い人気を誇ってきた TT シリーズ。初代から続いてきた歴代モデルを紹介していきましょう。初代。 1998から2006年、ボディサイズ全長、mm、全長 4041mm× 全幅 1764mm× 全高 1346mm。キャビンやフェンダー、はたまたインテリアなど、円をモチーフにしたデザインが大きな話題となった初代 TT は1998年にデビュー。社名の TT ハエーマン島で開かれていたツーリストトロフィーに由来しています。アウディ A3 のプラットフォームをベースに開発された初代は FF と 4WD のクワトロを用意。パワーユニットは1.8リッター直4エンジンを中心に、ハイパフォーマンスモデル S ラインには3.2リッター V6 エンジンが搭載されました。 ボディタイプはサンドアハッチバッククーペと2000年に追加されたロードスターをラインアップロードスターには電動ソフトトップが装備されていますエクステリアデザインが大きな特徴となる TT ですがインテリアデザインも野球のグローブをモチーフにしたシートやアルミを多用上質に仕立てた内装パーツなど数々の特徴を備えていました 2代目、2006から2015年。ボディサイズ全、mm、全長 4178mm× 全幅 1842mm× 全高 1352mm。A ピラーを前進させたキャビンフォワードのフォルムはそのままに。当時アウディが進めていたシングルフレームのグリルを備えた2代目は2006年に登場。 初代のエッセンスは残しつつ、新たなスタイリングを。身にまとったエクステリアデザインは、ファンの間で賛否が分かれました。ボディタイプは初代同様、サンドアハッチバッククーペと、西シーターオープンのロードスターを用意、アルミとスチールのハイブリッド構造を採用したことで、初代と比べて大きな軽量化を実現しています。 二代目の大きなトピックスは、今回のテーマとなる TTS が用意されたこと。最高出力272馬力を発揮する2リッター直4ターボエンジンを搭載し、電子制御ダンパー、マグネティックライドを装備した TTS は、特に走りを重視するユーザーから注目を集めました。また二代目にもさらなるパフォーマンスを備えた TTRS クーペもラインアップ。 2.5L 直後ターボエンジンが強烈な加速を楽しませてくれました。TT シリーズは現行モデルで終了。2020年の年齢ミーティングで次期 TT はないことを発表したアウディ。残念なことに TT は3代目が最終モデルとなります。初代から高い人気を集めた TT シリーズでしたが、 世界的なクーペ離れの影響を受けて販売が低迷。ついにブランドが終了を迎えることになりました。TT シリーズに変わるモデルとして EV スポーツカーの登場も噂されていますが現時点で登場するかどうかは不明。TT の販売終了後はコンパクトクーペがアウディのラインアップから消えることになります。高性能モデル TTS クーペと TT の違いを徹底解説。アウディ TTS クーペとは2代目 TT シリーズに追加された TTS クーペとは ?TT クーペよりエンジンに出力を高めるなど、走行性能にこだわったハイパフォーマンスモデルです。すでに販売を終えた TTRS クーペと TT クーペの間に、 位置するモデルで TTS の S はスポーツを意味します。ちなみに TTRS の RS はレーシングを意味し、社名通り TTS に比べて圧倒的なパフォーマンスを備えていました。TT と TTS を徹底比較。エンジンスペックアウディ TT には現在、TT クーペ40、TT クーペ45クアトロ、 そして、ハイパフォーマンスモデルの TTS クーペがラインアップされています。TT と TTS は共に2リッター直4ターボエンジンを搭載しています。TT クーペ40に搭載されているのが DKZ 型エンジンで、最高出力197馬力、最大トルク 32.6kgm を発揮。 TT クーペ45クアトロには最高出力245馬力、最大トルク 37.7kgm を発揮する DNP 型エンジンを搭載。一方、TTS には DNF 型エンジンが搭載されていて最高出力320馬力、最大トルク 40.8kgm と TT よりパワーやトルクが大幅にアップされています。 また TT クーペ44と TTS クーペの駆動方式はアウディ自慢のクアトロを採用。TT クーペ40は FF となります。エクステリアの違いワイドアンドローでダイナミックなフォルムは TT。TTS ともに共有ですが外観にも細かい違いはあります。まずボディサイズ。全長 4190mm の TT。 クーペ 40&45 に対して TTS は 4200mm とわずかながら長くなっています。また前高が TT は 1380mm なのに対して TTS は 1370mm とこちらも 10mm 低くなりました。見た目の違いでわかりやすいのがタイヤサイズで TT は 22550R17、TTS は 24540R18。TTS には合わせて 10V スポークデザインのアルミホイールが装着されます。また TT クーペ40のヘッドランプはバイキセノンヘッドランプを装着していますが、TT クーペ45および TTS のヘッドランプは LED ヘッドランプとなります。 そのヘッドランプですが、TTS にはマトリックス LED ランプが装備されました。マトリックス LED ランプとは、車両に搭載されたカメラなどで周囲の状況や対向車、先行車両の位置に合わせてランプの照射を自動調整する先進装備。ロービームは太陽光に近い明色を作り出すことで、走行時の安定性を高めています。 TT 空手4045には標準では備わっていない装備ですが、オプションで装着可能です。リアテールランプも TTS と TT 空手45には、標準で LED リアダイナミックターンインディケーターが装備、LED リアライトの機能に加えて、視認性の高い照明パターンを、展開するターンインディケーターを搭載しているランプです。 内装の違い TTS に乗り込むとまず目につくのがヘッドレストに S のエンブレムがあしらわれたスポーツシート TT クーペにはない装備です TT クーペ TTS のステアリングは三スポークレザーマルチファンクションパドルシフトフラットボトムを装着ステアリングにインフォテインメントの基本機能を 操作できる4つのマルチファンクションボタンと、マニュアルでギアチェンジが可能なパドルシフトを備えています。形状に違いはありませんが、TTS には S のエンブレムが備わることが異なるポイント。また TT クーペ、TTS の運転席に座ると視界に入るのがバーチャルコックピット。TT クーペが画面左にタコメーター。 右にスピードメーターを配置し中央にナビのマップを表示することに対して TTS は画面中央にタコメーターを配置メーター横にナビのマップを映し出すなど表示方法が異なります走りの違い TT クーペと TTS で大きく異なるのが走行性能最高出力が TT クーペ40とは100馬力以上も 違うため、パフォーマンスが大きく異なります。専用チューニングが施されたエンジンにより、TTS のゼロ時速 100km の加速は4.5秒。サスペンションも専用のアウディマグネティックライド、サスペンションを装着。このサスペンションは走行状況に合わせてダンパーの減衰力を制御することで、 快適な乗り心地と優れたドライビングを実現しています。TTS の市場レビュー TTS を走らせてまず感じるのが運転のしやすさ。え、スポーツカーなのに運転がしやすいのと思われるかもしれませんが、2リッター直4ターボエンジンは低回転域からトルクがあり、一般道でもゆとりある走行を味わえます。ただ、 高速道路でアクセルを踏み込むと性格は一変。スポーツカーらしいエンジンサウンドを発しながら、鋭い加速と圧倒的なパワーを発揮します。そんな強烈なパワーとトルクを発揮する TTS ですが、4WD システムクワトロを備えていることで、安心してアクセルを踏み込むことができました。もちろんブレーキのレスポンスも抜群。 旋回性にも優れているため、ワインディングでの走りも楽しめる一台です。TTS の価格相場アウディ TTS を中古車で手に入れたい場合、市場に出回る台数が少ないため程度の良い車両を探すことに時間がかかるかもしれません。現行 TTS の中古相場は270から895万円。 執筆時点では全国で35台が販売されています。また仙台 TTS はさらに台数が少なく、わずか10台余り。中古相場は140から240万円となっていました。現行モデルでシリーズが廃止されることになったアウディ TT。クーペスポーツカー好きにとって、未だ魅力的なモデルなだけに残念でなりません。 中でも TTS クーペの魅力はまた格別。新車で手に入れたいなら、今が最後のチャンスです。